はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズトレーディングカードバトル構築済みスターターライトサイドデッキとダークサイドデッキです。はい、スターウォーズのカードバトルがなんと発売されておりましたね。全然知らなかった。知らなかったね。で、こちらがライトサイドデッキで、こちらがダークサイドデッキです。はい、では開けていきましょう。はい、じゃあエイシン君はライトサイド、ライトサイド、じゃあパパダークサイド。はい、私はダースモイチに。こちらはダースモールが描かれております。ペッちゃんの方はオビワンか。うん、若い時のね。若い時のね、はい、こちらがプレイシートみたいですね。うん、はい、これに置いてカードバトルするんだ。そうだね。そしてこちらが遊び方マニュアルです。薄い冊子だね。うん、はい、それではカード見ていきましょう。はい、まずはライトサイドの方だね。うん、ルークスカイウォーカーが1枚目でした。はい、レベル4だって。うん、アタック2000って書いてあるね。お、はい、そして次は、おお、若い頃のオビワンだ。うん、はい、でレーザーゲートによる遮断。ああ、これか。あ、エピソード1のとこだね。あ、これが2枚連続。あ、3枚連続。これ同じのが続くんだ。なるほど、なるほど。で、つばぜり合い。うん、つばぜり合い、これも3枚あるね。3枚。そしてリックオーリー。あ、これ、うん、ナブーのパイロットだね。うん、そして、あ、パナカ、パナカ隊長、パナカ隊長も2枚。そして精神統一。こういうカードがあるんだね。なんか楽しそうだな。そしてチューバッカ、2枚。 X ウィング、これはヤビンの戦いの時だね。はい、そしてエコー基地兵士、これホスだね。バトルフロントでこういう風景よく見るもんね。うん、DF9 対歩兵砲台、これだ。あ、それか。チュンチュンって方だね。あ、そうだね。これも2枚入ってました。はい、次レッド5だって。はあ、レッド5ってこれルークだよね。あ、そうそう、パイロットはルークスカイウォーカーって書いてある。うん、X ウィングじゃん。そう、ルーク専用の X ウィングだね。うん、はい、そしてお、これは何、横向きになった急に。横持ちカード、共和国からの特使。あー、オビワンとクワイガンだね。惑星ナブーシード宮殿。旅立ちアナキンとシミだね。そして眼前の悲劇。これクワイガンやられちゃったところだね。そしてシードパワージェネレーターの決闘、オビワン対ダースモールだね。ナブー警護隊、あ、これが2枚あるね。アナキンスカイウォーカー、アナキン1枚だけだ。むき出しの C3PO2 枚。ブラボー中隊パイロット3枚。これナブーのパイロットで、R2D2 2枚、はい、クワイガンジーン、はい、ブラボー中隊スターファイター3枚ある。あ、小さな英雄、お、 R2 がシールドジェネレーター直したところのやつだ ね、 お、はい、これが3枚。はい、ということでこちらがライトサイドデッキの45枚だったね。うん、で、ちゃんと全25種類ありました。はい、はい、では続いてダークサイドデッキいきましょう。はい、はい、最初はこちらですね。はい、ベイダー専用対アドバンスド X1 だって。こういう名前ついてたんだね、知らなかった。はい、姑息な手段、セブルバが3枚ありますね。はい、そしてホイール形態。あー、これ回ってさ、シールドがあるドロイドじゃない？そう、ドロイドか、ドロイデカって書いてあるね。ドロイデカ、ドロイデカ、ドロイドカって言ってた気がするけど。はい、つばぜり合い。あ、まただった、こっちでも。あー、モール対オビオンだね。うん、3枚ありますし、違う絵だね。でも B1 バトルドロイド、おー、2枚。通称連合ドロイドコントロール艦サカック。あ、これこんな名前ついてたんだ。だよね。うわ、深き憎悪だって。おー、もうダークサイドっぽいな、怖いな。ポンダバーバ、ごめんごめん、ストームトルーパー2枚、タイファイター2枚、知ることの代償。あー、エピソード5の壊されちゃったやつだね。うん、はい、続いてこちらダースベイダーですね。はい、これはタイファイター乗ってますね、さっきのやつだね。うん、きっとね。お、ダースモール、おー、あ、横になった、またナブー包囲作戦。うん、シード宮殿の占領、おー、占領されちゃったところだ。おー、ファントムメナス、鬼神のごとく、エピソード1の戦いだ。秩序を滅ぼすもの、うん、
ヌート元礼総督、うん、これが2枚。スタップパイロット、スタップってのはこっちの方ね、うん、このエアバイクみたいな、うん、スタップって3枚ありますね。ドロイデカ、出、うん、たドロイデカダースセディアス1枚だ、うん、P59 バトルドロイド部隊、あこれが3枚、うわスタップ、あこれさっきだったよね、スタップ、あこれも3枚でした。はいはい、ということでダークサイドデッキも45枚で全25種類ありましたね。はいはい、はい、それでは遊んでみましょうか。はいはい、プレイシートをここに置いてみましたね。はい、で横にあるのはストーリーカードっていうものだね。うん、エイジン君がライトサイドでパパがダークサイドで今回やってみたいと思いますね。はい、でこれがデッキ、これデッキでございます。ここにエイジンはこっちだね、こっち見えないね。でここが、ゴミ捨て場でございます。これがユニットで、ここがベース、はい、このベースにある5枚のカードを全部攻撃されてなくなっちゃうともう負けですね。はい、はい、でやっていきましょうか。はい、まずはそれぞれ5枚、自分の持ち札をですね取りますね。そしてベースに5枚置きます。2、3、4、5枚。はい、そしたら、じゃんけんだね。はい、最初はグッじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、負けた。やったー。じゃあ、エイシン君からだね。はい。まずは、じゃあ、流れに沿ってやっていきましょうか。はい。まずは、ストーリーフェーズだって、はい、ストーリーカード1枚引きます。はい。そしたら、エイシン君の最初のストーリーカードは、これだったね。うん。この中のファントムメラスの、レベル1のキャラクターを引いて、はい。やると。ファントムメラスはナブー警護隊だけど。うん、じゃあ、これ。はい。ナブー警護隊。はい。選んで置いてください。で、このデッキは、シャッフルです。はい、シャッフル。はい。次にエイシン君は待機ドローフェーズですね。はい、自分のデッキから1枚、持ち手に置いてください。はい、移動フェーズ、まあこれを後ろに下げんだったら下げてもいいし、どっか移動させるんだったら移動させてもいい。いや移動させません。させないね。じゃあ次は第一メインフェーズです。自分が持ってるカードからこの前のフロントライン前列に置いてください。はい、うーん、いやパパには見せないようにだね。はい、見せないようにしてください。うん、じゃあそうかも。お、ブラボー中隊パイロット、はい、それとはいアナキンスカイウォーカー、はい、はい、そしたらエイシン君は、戦闘フェーズはパパまだ出てないからね、札出てないからないですね。はい、で第2メインフェーズもなくて終了です。エイシン君で次パパよね。はい、パパはパパも同じようにストーリーカードから引いてこのデッキの中から、まうん、エイちゃんと同じ、パパもファントムメラスのレベル1のカードをね、はい、出しますね。はい、バトルドロイドです。はい、はい、そして次に待機ドローフェーズでパパも1枚ドロー、はい、で、ここに置くと、おっててってきてってってってきてってってってきてってってってきてからダースモーガーそしてポンダバーバーを召喚しました。はい、はい、これでパパは攻撃、あ、じゃない、戦闘フェーズに入れます。ガーじゃあダースモールじゃなくてそれぞれ線あるからね。まずはじゃあポンダバーバでアナキンスカイウォーカーを攻撃、プシュッ。アナキンスカイウォーカーは戦闘力が500しかなくて、ポンダバーバは1000ありますので攻撃で撃墜しました。あ、ただポンダバーバのパワーも今500に落ちてます。はい、バトルドロイドがブラボー中隊パイロットに攻撃、これは両方とも戦闘力が1000なので両方ともやられました。うん、はい、次にパパダースモールで、はい、ナブー警護隊を攻撃、はい、ブーナブー警護隊は1500、ダースモールは4500あるから楽勝で倒せるんだけど、ダースモールが3000にパワーダウンしました。はい、はい、でパパの戦闘フェーズはこれでおしまいです。はい、エイシン君次、はいはい、ストーリーカードを引いてください。相手の場のレベル2のストーリーがあるなら、手札1枚ないね、ないです、ストーリーないです。はい、待機ドローフェーズです。はい、でここを待機ドローね。はい、うわあ！アルツ2出した。うん、はい。オビワンケノビ？はい。はい。とクワイガンジン、マジで？ジェダイ2人も出たの。マジか。これで戦闘フェーズです。はい、パパのダースモールは3000しか残ってない。はい、ポンダバーバは500しか残ってません。うん、でどうしますか。んーじゃあ R2D2 でポン。ああ、じゃあこう500対500で両方とも撃墜だね。撃沈、はい。はい。
そして、ダースモールを、うん、あ、これもう3000しか残ってない。3000しか残ってない。クワイガンジンで攻撃。クワイガンジンで攻撃。じゃクワイガンジンの残りは1500、はい、ダースモール撃墜。はい。で、まだオビワンケノビが残ってる。うん。じゃあ、ここベース攻撃。攻撃されると、このカードはパパの手札になります。はい、イエーイ。残りパワーが4になっちゃった。あははは、あはは。はい、こんな感じで、はい、今ね、中途半端で終わらしちゃいますけど、はい、パパのデッキ今ね、4つになっちゃってね、うん、実はさっき1回やったんだよね、うん、その時にやられちゃったパパは、イエーイ。ね、だったね。そう、そして最後、なんと R2 で、そう、 R2 に攻撃されて、うわー、基地が破壊されちゃったっていうね、珍事が起きちゃったけど、はい、でもなかなかやってみると面白いね。面白いね。最初ね、ルールが分かんなくて、うん、すごい悩んだんだけど、何回もね、遊び方動画を見て、うん、でようやく分かったんだよね、うん、ようやく分かったんです。そうそうそう。はい、ということで今回はスターウォーズトレーディングカードバトルダークサイドデッキとライトサイドデッキでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。かなり長い動画になっちゃったと思います。すいませんでした。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、初めてのカードゲームだったけどなかなか面白かったですね、うん、はい。そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひフォローをお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。